ウィザー誕生ってなんだこいつ、見たことないやつが出てきちゃったよ。激しい戦いが行われてるぞ。激しすぎてもう何がなんだかわからないぞ。みなさんどうも、カンカンチドイヒーです。絵のタッチが違う。今日やるゲームはこちら、マインクラフト。今日はこの画面1時間見ていきましょう。こんなのすぐに飽きちゃうよ。今日はミュータントのワールドをやっていくよ。村人ゾンビがパワーアップしてるね。このミュータント軍団とウィザーを戦わせていこう。これはすごい戦いになりそうだね。ミュータント軍団とウィザーどちらが勝つのか、それではいでよウィザー。ウィザーにもう襲いかかるカチカチミュータントだけど、今攻撃しても全く意味ないよ。そして爆発でやられちゃった。っていうかウィザーが知ってるのと違う。ウィザーもミュータントになってるね。これにはびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。ギャグ言わなくていいから。ウィザーよりもパワーアップしてるのかな。見た目はヘナチョコだけどね。それは言わないよ、約束。攻撃してくるだけじゃなくて動物も出してくる。その動物が爆発するよ。恐ろしい攻撃してくるね。ミュータント軍団はまたまたミュータントカチカチ。カチカチからしたら遠距離攻撃きつすぎる。これはピンチ。ピンチ日本語で言ったら突然の思いがけない危機。日本語で言わなくていいから。あっさりカチカチやられちゃったよ。このままミュータント軍団全員やられそうだね。続いて出てきたのは猫。猫も秒殺でしょ。もう戦い見なくても結果わかるよ。だから寝て待ちますか。寝ないでちゃんと見てなさいよ。だけど猫もうガンガン攻撃食らってボロボロだよ。遠距離攻撃っていうのは強すぎだよね。だから猫なんか余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。だけど急にウィザーが攻撃しなくなった。何やってんだ。もしかして背中から攻撃されたら見えないから気づかないのか。ウィザーってそんなバカなの。それか立ったまま寝てるのか。目開けながら寝るタイプかよ。ずっとお尻攻撃されてるよ。お尻やばいからダメージ食らわないのか。普通にダメージ食らってるよ。一気にミュータント軍団やられると思ってたのに。形勢逆転、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。びっくり仰天と一緒じゃないか。どんどんダメージ食らってウィザーこのまま負けそうだよと思いきや大爆発。ミュータントになっても体力半分になったら爆発するのね。これで戦い分からなくなったぞ。続いて出てきたのはミュータントカチカチ。必死にウィザーを攻撃しまくる。だけど爆発ですぐにやられちゃう。こうなったウィザーは誰も止められない。続いて出てきたのがハゲ。ハゲじゃなくて村人でしょ。これは遠距離攻撃対決だ。遠距離攻撃はウィザーもピンチ。ピンチ取り越してパンチパンチパンチからの距離を詰めた。距離を詰めてゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出しで倒しちゃった。ミュータントウィザー強いね。強すぎ。強ポン1歳半。強ポンベイビー。次の相手は毒蜘蛛だ。近づけなきゃいいだけだから余裕のよっちゃん89歳。いればなくす。大事なものなくすなよ。ウィザーは毒食らわないのかとか言ってる間に蜘蛛やられてる。次のミュータントはボンボンキャベツマン。ボムボムキャベツマンはただくっつくだけ。なんだその攻撃方法は。そしてパワーを貯めて大爆破だ。すごい攻撃力。ウィザーの体力を一気に削った。ウィザーももうボロボロ。ここまでか。次のミュータントは白いやつ。狼だから色で言わないで。これは猫の時みたいに一方的にやられるのか。だが逃げた。そして爆破攻撃でピンチを回避。ピンチを回避、略してピカ。なんでピカチュウになるんだよ。次の相手はミュータント骨骨だ。遠距離攻撃対決だけどウィザーの攻撃の方が爆発するから強い。強さの差はチロルチョコとタケノコの里くらい差があるよ。よくわからん例えだな。ここで骨が接近戦に行った。だけどすぐ逃げられ爆破でやられてアジュピジュパー。
そう簡単にはやられないウィザー。次の敵は焦げた骨。接近戦でガンガンゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出し。ゴリラ押し出しってなんだよ。ウィザー心折れちゃったか。そして逃げた。距離を離して遠距離攻撃。この攻撃は強すぎる。焦げた骨やられちゃったかな。いやまだ生きてててウィザーを倒したぞ。というわけでミュータント軍団の勝利。焦げた骨はやられるけどね。そしてウィザーも大爆破。ウィザーの余裕勝ちだと思ってたけどまさかの結果。まさかウィザーが猫好きだったからやられるとは。そんな理由だったのかよ。まだミュータント軍団は残ってるからウィザーをもう一体出してみよう。果たして残りのミュータントで勝つことできるのか。ウィザー爆破。そしてハイロハゲが一気に飛びかかる。ハイロハゲの攻撃嫌がってるようにも見えるぞ。これはハイロハゲ勝てるかもって。アストリ負けちゃった。やっぱりウィザーは強いね。続いてのミュータントは豚おじさん。ひどい名前だな。豚おじさんも接近戦だからゴリラ押したし、攻撃食らいながらも強引に向かってったらね。ノーガードのめちゃくちゃな戦い方でかなりダメージ与えてる。だけどやられちゃった。だけど2体で結構ダメージ与えたね。次のミュータントはガリガリ焦げ焦げエンダーマンね。遠距離対決だけどガリガリ焦げ焦げの攻撃が全然当たってないね。ガリガリ焦げ焦げというかエイム下手だね。ひどすぎる名前ついちゃってんの。エイムが下手なら接近戦と思いきや遠くに行っちゃったよ。バカなのかな。これはもうウィザー余裕のよっちゃん。89歳杖を折る。なんで杖折っちゃうんだよ今くらん。エイム下手をも撃破。続いてのミュータントは雪だるま。またまた遠距離攻撃対決だ。雪だるまのエイムもひどいな。だけど雪だるま接近戦に変更。このままゴリラ押し出して攻撃しまくれ。だけどめちゃくちゃ攻撃されてダメだこりゃ。だけどよくこんな攻撃耐えてるよ。もしかしたら無敵なのか雪だるま。ウィザーを倒せるかってあっさり負けちゃった。やっぱり強いぞミュータントウィザー。続いてのミュータントはとんがり帽子。とんがり帽子じゃなくてウィッチね。これまた遠距離攻撃対決か。というかとんがり帽子がただただ一方的にやられてるだけじゃないのか。とんがり帽子はすぐにジュース飲むからな。ジュースじゃなくてポーションね。何にもできないままあっさり負けちゃいました。そしてミュータント軍団最後のボスはハイロハゲ。ハイロハゲウィザーを倒すことはできるのかって。逆に攻撃しちゃってるよ。こいつはもうダメな予感。まだ戦い始まったばかりだからわからないでしょう。だけどさっきから手を挙げて降参してるよ。降参してるんじゃなくてそうやって攻撃するんだよ。だけどなかなか当たらなくて一方的にやられてるだけだよ。こんなのもう無理でしょう。なんとか一撃を与えた。そしてハイロハゲを生み出した。このハイロハゲたちが頑張ればウィザー倒せるかって爆発して全員やられちゃってるよ。仲間やられて大丈夫かハイロハゲ。ウィザー体力たっぷりあるしさすがに無理そうだね。何言ってんの、まだ試合はわからないよ。ドイヒーが先に無理って言ってたじゃん。っていうかもう終わっちゃったよ。あっさりウィザーの勝利。ウィザー勝利の自爆。なんだよ勝利の自爆って。もしかしたらケツ太郎もミュータントになってるかなって普通かよ。これは残念残念観念なんでやねん。どうやっそう。ギャグ言わなくていいから。じゃあ次はミュータントウィザー3体とミュータントを戦わせてみよう。今回の相手はボムボムミュータント大量。ものすごい量を生み出してるな。50体出したらどんな戦いになるのか。一気にウィザーに群がるミュータントボムボム。ウィザーの体力をどんどんと削っていく。ウィザーもガンガン反撃する。だけどミュータントボムボムを倒しちゃうと爆発してくるぞ。この量の爆破に耐えられるかな。
一体耐えきれずにウィザーやられる。残りの2体はなんとか耐えました。というわけでウィザー軍団勝利。勝利の呪縛爆破しちゃったら勝利じゃないから。それじゃあもう一試合行ってみよう。次はガリガリコゲコゲ大量だ。大量の遠距離攻撃ならウィザーも大変なんじゃないのかな。果たしてどうなるって地獄絵図だ。何が起きてんだか全くわからない状況だよ。だけどさっきよりウィザー強そうじゃない。周りからずっと遠距離攻撃されるのはきついか。どこから倒していいのかも全くわからないもんね。今回はガリガリコゲコゲの勝利か。だけどなんかスカスカになってきた気もするな。徐々に徐々にエンダーマンやられてったらね。解き放たれた動物の爆破攻撃も効いてるのかな。あっという間にすごい量減っちゃってるな。だけどじわ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 体力削ってるからまだどうなるかわからないぞ。このままずっと近くに来なければ勝てるんじゃないのか。しかしここでウィザーに気づかれちゃった。気づかれちゃったらもうおしまい。おしまいししまいハゲの舞。よいしょ。なんだよハゲの舞って。結局このままガリガリコゲコゲ倒されちゃいました。強いぞウィザー軍団。というわけで今回の戦いはここまでにしよう。また次回違う戦い考えてみようかな。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイバンパラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。